日本武道館行くよ。初めての日本武道館ということで、まだとっても緊張しているんですけど、今日は9人となった新たなアンジュルムのパフォーマンスを全力で皆さんにお届けしたいなと思います。そして3期メンバーが入ってよかったなって思っていただけたら嬉しいです。で、日本武道館は簡単に立てるようなステージではないと思います。加入してまさかこんなにも早く立てるとは思ってませんでした。初めての日本武道館は今日だけなので、この一瞬一瞬を待って、つられるつられる見ないでこの一瞬一瞬を大切に最後まで頑張りたいと思います。私はそうですね、今こうしてアンジュルムとして日本武道館のステージに立ててすごく嬉しいです。ちょっと、リカ子どうしたの？ねえねえ、始まったばっかだよ、まだ子供、リカ子ちゃん、めっちゃ子供どんな泣き方？ちょっと、ねえ、すごいね、アイアイが泣くからまでかわいい。私、福田香音は今年の秋をもちまして、アンジュルム、そしてハロープロジェクトを卒業することに決めました。はい、ピンク、私の色、ありがとうございます。はい、9人で過ごせる時間を大切に、そしてこうして応援してくださるファンの皆さんに感謝の気持ちを毎日伝えていけるように、一日一日を無駄にせず、精一杯最後まで、はい、貫く突っ走りたいと思いますので、皆さん最後まで応援よろしくお願いします。それでは続いてお届けする曲は、老若男女問わず皆さんがよく知ってるあの曲をお届けしたいと思います。それではあやちょ、曲紹介お願いします。いない、あーしまった、ここ今衣装チェンジのタイミングだった。どうしようどうしようどうしよう、私だけ間に合わない。あ、こんな時衣装ルームまでパッと飛べて、ついでに衣装にパッと着替えられちゃうような魔法が使えたらいいのにな。ほうき魔法ですよね。ほうき魔法、ほうき魔法、よしちょっととりあえずやってみます。いきますよ、せーの。それでは皆さん、本日初披露、魔法使いサリー、いくわよ。痩せる痩せる詐欺常習犯で、結構食事を我慢して痩せるタイプなんですよ。でも私がやってみたいのは、朝とかに公園とかをすごいジョギングするのをやってみたいなと思うんです。でもジョギングするとなんか落ちなくていい肉が落ちるらしいんですね。なのでウォーキングにしようかなって思ってます。音もします。なんかスイミングをウォーキングするやつありません？それはなんかおじいちゃんおばあちゃんがスイムウォークだから、それね、スイムウォークやってたんですよ。よくないですか、あれ重いから。一時期やってたんですけど、水の中で知らないおじさんに追いかけられちゃって、すごい怖くて。ここにいるんじゃないですか？ここにいない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 。あ、本当だ、ね、いるかも。歩いてたら水の水面から
ヒャーっとおじさんが手伸ばしてきたから急いでプールサイドにハーみたいな、しかもスクール水着でめっちゃ恥ずかしかったです。怖い。もうすぐ着く頃だしお迎えね、やっぱり駅でお茶して帰そうかな、そういう間に時間は迫ってる、わちゃわちゃしてきたな深呼吸、勇気を出してお迎えに行く私よ、かわいいぞ、なしかけられちゃった、どんな人だろう、本当の私を知らずに口説かれちゃった、そしてここでお知らせがあります。アンジュルム11月29日日本武道館公演決定しました。そうですね、また11月29日に向けてさらにパワーアップして、そして9人でのアンジュルムの最高のステージを見せたいなと思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。これからもよろしくお願いします。本当に私は今日いっぱい踊ったなって思うんですよ。本当になんかいつもライブハウスに来てくださってる方は分かると思うんですけど、私帰る時の分まで体力残してるんですよ。はい、はい、あの帰りの体力も残して帰るんですけど、なんか今日はちょっと残念ながらないみたいなんですよ。はい、でも残念ながら帰らなくてはいけないのでだからまあいつか帰らせていただくんですけど、はい、でも本当にそれくらい今日はとってもとっても楽しいライブで、皆さんがこんなにも集まってくれて本当に本当に感謝してます。今日は5月26日ということで、私にとってすごく5月26日は大切な日です。5年前の今日5月26日にスマイレージのメンバーとしてメジャーデビューをして、そこからいろいろなことがあったんですけど、そうですね、やっぱり今までの5月26日のメジャーデビュー記念日の中で今日が一番幸せな日だったんじゃないかなとすごく今思っています。私はアンジュルムを卒業した後は、作詞のお勉強を今やらせていただいているので、作詞をもっともっと勉強していきたいなと思っていて、いつかはみんなにも皆さんにも私の詩を見ていただけるように頑張りたいなと思っています。